おお、子供が。子供が乗ってます。おここ、あ、すごい、ここ入っていいんや、うん、よっしゃ、おっちょっと危ない、おここか。おあ、すごいいっぱい、これ魚取るために網がいっぱいある。うわぁ、すっごいな、ここ水牛いっぱいいる。ティニーミアライカップラプラ、うん、ロンロアレオコパイキノン、うん、あそこなんか桟橋っぽいのあるな。おっちゃんも、おっちゃん、すごいな、ここ今日のここはもうめっちゃアメージングです。これ見てください。今日のこのフワイルワンダムというところに来てます。その奥の方に行ったらですね、この湿地帯のあたりにこの竹とか木とかで組まれた小屋というか桟橋というか、で先っぽにはあのめちゃくちゃ大きな網がですね、つけてあってですね、それを水面につけてがっさり、泳いでる魚捕まえるみたいです。ちょっとすごすぎたんで今ライブ配信してます。これはすごいです。まあ、住んでるわけではなしに桟橋を作って、でそこに網を仕掛けてるというような感じですね。これがですね、フワイルワンダム、
うどん谷からだいたい30分ぐらいで来れました。これすごい。よし、これ大きな湖でしょうか、湖の端っこの方にこのエリアがあってですね、ここだけ固まってこの魚を捕まえるようなこのエリアがあります。うわーすごいな。さっきですね、ここに入ってくるときに僕の前を走っていたバイクについていってですね、その、おっちゃんに聞いたんですが、魚を捕まえるためにここに来たというふうに言ってましたの でその人のボートが置いてあった横がですね、水牛がですね固まって川の中で、休憩してたのでですね、そこでカメラ、出てきてしまった、水牛出てきてしまった、バイバイ、水牛が水がから出てしまいましたね。誰に言われるがもなく水牛が外に出てきてましてしまいました、赤ちゃんの水牛もいますね。すごい、これですね、僕はタイのうどん谷の近くにいます。うどん谷の近くにフワン・ルワンダムというところがあってですね、でそこで、水辺に水牛が休憩してたので取ろうと思ったんですが、もう出てきてしまってます。結構太ってますね。で子供の水牛、メスの水牛もいっぱいいます。あんまり調子に乗って近づくとちょっと怖いのでやめておきます。西表の水牛とは脇が違うんでですね、近寄ったら危ないと思いますので自撮り棒だけで近づきたいと思います。まあ、可愛いな子供の水牛。靴履いていつでもちょっと追いかけられても逃げれるように準備だけしとかないと。めっちゃくちゃ見てますね。よいしょ。すごい食べてる。これ誰が指示してるんですかね、本当に。あの子ら自転車で来てたのか。危ない危ない。おっぱい飲もうとしてる。
見てる、すごい。あれ今チュッチュッチュッってやったけどすごい逃げた。とかこれとこれすごい顔似てる。でもこれとこれはあんまり。あれこっち来た。本当にですね、角の周辺と後ろ足の周辺には絶対行かない方がいいです。角はやっぱりすごいぶん回してくるんでですね、それが当たったらもうイチコロなのと、まあ、後ろ足も蹴り飛ばしてくるときあるんでですね、本当注意しないといけないですね。じゃあまずすごい寄ってきたんで、子供が、まあ、すごい大移動してる。すごい。シード80。